こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。人生のゴール、学長の言うお金がいらないの意味を解説します。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。2018年から始めたリビ大の活動も大きくなってきて、YouTube はチャンネル登録者211万人、Twitter45 万人、書籍は100万部突破みたいな状態になっています。この活動をする中で僕は時々、わしはもうお金はいらんねんっていう発言をしてきました。 これを受けて時々こんな質問をいただくことがあります。学長ってお金いらないんですよね。なんで YouTube じゃあ収益化してるんですかとか、お金がいらないんだったらリベシティは無料の方がみんな参加しやすいんじゃないですかとか、なんでお金がいらないのにアフィリエイト広告貼ってるんですかって過去質問をしてきてくれた方に対しては直接回答してるんですけど、こうやって多くの方に向けて深く説明するのは初めてかもしれません。今日の動画ではお金がいらないの意味について掘り下げて解説します。それでは早速本題に入りましょう。 まずはお金がいらないの意味ですね。個人として贅沢するためのお金はもういらない。個人の蓄財をするためのお金はもういらない。ライブなんかでは必ずこういうふうに発言してるつもりなんですけど、どうしても結論部分だけが一人歩きして、学長は一切お金がいらないらしいぞとか、道頓堀の水飲んできてる千人らしいぞみたいな話になっちゃうんですよね。特に SNS では文字数制限もあるんで、なかなか難しいですね。あくまで個人としてはいらないって意味なんで、別な意味ではお金は必要です。 この別な意味については後半に解説します前半パートではまず個人としてお金が不要これについて掘り下げてみましょう皆さんもご存知の通り僕は自由が大好きですそして書籍お金の大学でもリベダイ YouTube でも口を酸っぱくして言い続けてきましたがお金こそが自由の土台お金なくして自由なしってやつですね経済的自由の定義どうでしょう皆さんすぐに言えますかこれは資産からの所得が生活費を上回る状態です資産所得代なり生活費 資産からの所得の方が生活費より多く入る状態であればしたくない仕事もやる必要はないしやりたくもないことをやらされることもないし好きな時に好きなことができます僕はビジネスで稼いだお金を元手にして後輩当株不動産に投資をしていてその資産からのキャッシュフローで生活費を賄えています金の鶏が生み出す卵だけで生活できてるってこういう状態ですねところでこんなことを疑問に思ってる人いないでしょうか学長学長いくら経済的自由って言ってもさ 資産所得3000万円で生活費が3000万円の人。資産所得が100万円で生活費も100万円の人。2人とも経済的自由を達成してるってこと同じように考えていいのかなどう考えても3000万円の人は立派なお金持ちだし、100万円の人はむしろ貧困に近くない経済的自由って言えば聞こえはいいけど、所得100万じゃなぁこう思う人いないでしょうかこれに対する僕の答えは、余計なお世話です。ちょっと言葉きつくてごめんなさいね。でも大切なことなんでズバッと言います。 なぜ余計なお世話かっていうとどんな生活レベルを求めるかは人によって千差万別全く違うからなんですね月10万円で豊かさを感じて自分らしく暮らせる人もいれば月300万円ないと豊かさを感じて自分らしくは暮らせないっていう人もいるでしょう経済的自由の収支の均衡点をどこに持ってくるかはその人の価値観次第なんですね自分が誰かに口を挟むものではないし自分が誰かから口を挟まれるものでもないっていうことですね最近友達と話した時に彼はこんなこと言ってましたね 僕はお金の器が大きくないから収入300万、支出300万みたいな生活で満足だけどさんはお金の器が大きいから収入3億円、支出3億円みたいな感じになるんだろうねどのレベルで均衡させたいと思うかはその人のお金の器だと思うわこういう風に言ってたんですね僕はさすがに収支が3億の生活はしてないんですけど彼の言うどのレベルで均衡させたいかがお金の器この言ってることについてはなんとなく言わんとしてることはわかります ちなみにこの器の大きさ問題はいいとか悪いの話ではなく単にパーソナリティ性格の話ですつつましく暮らしたい人の金工点は年180万円つまり月15万円の生活費かもしれません贅沢に暮らしたい人の金工点は年1200万円月100万円の生活費かもしれません僕はこの金額が自分の正直な気持ちでありさえすればそれでいいと思ってますでも本当は年300万円でいいのに 友人や親戚の目を気にして500万円に設定するこういうのは絶対におすすめしませんなぜなら他人の価値観を気にし始めると終わりがなくなるからです他人の目を気にしたお金稼ぎっていう行為はエンディングの見られない RPG ゲームのようなもんですね要するにクソゲーですとにもかくにも僕はたくさんのお金持ちたちと交流を持つ中であ自分の望む必要最小限の生活レベルってこんなもんなんだなっていうのがはっきりと見えるようになりました 先ほどの話でいろんなお金持ちのお友達の家遊びに行っていやさすがにもう別荘とかヨットとか僕はいらんなーとかねいやもうヘリコプターとかもう怖いしいらんわーとかもうモデルの奥さん芸能人の奥さんとかねもう家の中でめちゃくちゃ綺麗な服着てピシッとしとかなあかんしあもう肩凝るわーとかもうよくわからへん絵画とかいっぱい並べたくないわーとかねこんな豪華な生活僕はいらんなーみたいな。 いろんなお金持ちたちの生活を見させてもらってまきおしみとかそういうことじゃなくって本当に自分はこのぐらいで満足だっていうそういうラインが見えたっていうことですね簿記を学んでいる人は PL と BS って言葉を聞いたことがあると思います PL っていうのは損益計算書 BS が貸借対照表ですね僕が考える美しい個人の PL 個人の BS っていうのはこういう状態です 個人の PL、損益計算書は収入が300万円。これ年間ですね。すべてこの300万円はペーパーセット、株とか債券からの利息、配当金、売却益の収入です。そして支出も300万円。必要最小限の範囲内で満足度マックスの支出をする。そして損益はゼロ。金を貯める必要なんてないってことですね。 入れてる数字は一例で仮のものです。僕のものとはちょっと違いますね。そして理想の個人の BS はどういう状態かっていうと、銀行預金が600万円。これは日常使い、生活防衛資金ですね。ざっくり生活費が1年から2年分。さっき生活費の年間支出が300万円だったんで、それの2年分で600万円あれば十分。そして証券口座には7500万円。 これなぜ7500万円かっていうと、資産所得代なり生活費になるだけの額ですね。資産からの配当利回りを4%とした場合、7500万円持っていれば4%で回せば300万円の資産所得になりますね。もしくは自家評価額で生活費25年分です。そして借り入れはゼロ。自己資本比率が100%で他人の金は一切入ってない。こういう状態ですね。どうでしょうシンプルでめちゃくちゃ美しくないですか これ簿記勉強されてる方だったらこの美しさ気づいていただけると思うんですけどどうでしょうか一切無駄なものを持たない残さない洗練されたミニマリストスタイルちなみに不動産を抜いたのは管理が面倒だからです時間が足りなくなるのと持ちすぎると重くなっちゃうんですよね他の資産にはない楽しさもあるんで僕好きなんですけどね持ってますし極限まで自由でいるためには極論スマホ1台証券口座銀行口座これだけにしたいぐらいです こここれなららば超身軽ででででいつももどこでも自由に暮らすすとができますお母さん裸のライオンがいるよーって通報されない限りは全く問題ありません。以上のとおり僕は経済的自由を既に達成していてこれ以上生活費を膨らませたいつまり均衡点を上に動かしたいとは思っていません。これ以上の贅沢な生活望んでないんですね。今持っている資産からの収入で十分に満足して暮らしていきます。不動産をどうするかちょっと悩ましい点もあるんですけど個人レベルでは理想の PL、BS を達成できている。だから結論。 お金はもうういりませんんってこななるわけなんですね次に「じゃあなんで会社経営しているの?」ここですねこれまでの話を聞いてこう感じた人もいるんじゃないでしょうか「学長学長分かったよでも大事なからくり隠してるよね」「学長個人としてはお金を稼いでないかもしれないけど学長の経営する会社には利益が残ってるはずだよね」「学長が株主の会社なんだからその利益は学長のものじゃないか」「ほら学長まだお金欲しがっとるやないかい!」ってね この考え方がピーンってくる人はちゃんとこの過去動画見ている人ですね。平均年収は、生活レベルは、実はみんなが知らない中小企業の社長のお金の話、この動画ですね。面白いんでぜひ見てください。こういった疑問に対して説明していきます。先ほど説明した通り、僕は個人としては既に経済的な目標を達成しています。だから完全な自由を持っているんですね。お金を稼がなくっても生活に困ることはない。 遊んでいいいてててももも仕事をしていても、OK、時間に縛られることもない誰と付き合ってもどこに住んでも何をしてても自由ってことですね。この有り余る自由を使って何をするのかこれを考えるのがファイヤーのの世界の話なんですねじゃあファイヤー語の世界で学長はどう生きたいのかこれについての回答はみんなでワイワイしたいこれにつきますね。昔から人と一緒に何かするの大好きなんですよ。 一人の時間が嫌いなわけではないんですけど、一生一人で過ごすのはもうそれは耐えられまへんって誰かと喋りたい、楽しくワイワイしたいってね。だから念願のファイヤーを達成した後、みんなでワイワイしようと思ったんですけど、大問題が発生しました。ファイヤーしている人っていうのは少数民族なんで遊んでくれる友人がいないんですよ。僕はファイヤーして暇かもしれないですけど、みんな忙しいですからね、周りの友達。おーい、そ野、野球しようぜって言ったら、ごめん、学長島、明日仕事なんだよみたいな、こういうイメージですね。 そこで自由な人を増やそうと思って始めたのがリベダイの活動なんですね。遊べる友達がいないなら作ればいいの精神です。無人島にたどり着いたら真っ先にすべきことは友達を作ること。これ一般常識ですよね。 幸い僕は自分のビジネスを作るのが大好きなんでお金の知識を発信して自由な人を増やすっていう活動に共感してくれる仲間が集まってくれたらその人たちとこれは仕事であるっていう大義名分を掲げてワイワイすることができますそして情報発信を通じて自由な人が増えてくれたらファイヤーする人が生まれたらその人たちともワイワイできるつまりダブルワイワイイってわけですねそして僕自身はファイヤーしてるからいいんですけど僕の仕事を手伝ってくれてる仲間はみんながみんなファイヤーしているわけではありません デザイナー、イラストレーター、アニメーター、エンジニア、マネージャー、総務、経理。彼らにはちゃんと報酬を払ってあげないといけない。そのためには売り上げを発生させる必要があるんですね。これが YouTube を収益化したり、広告を貼っている理由です。広告に関しては、自分たちが実際に使っていいと思ったものを紹介するってことを徹底してます。お金をもらったので、お金をもらえるから紹介しよう。こういう順番で考えたことは一回もありません。 そういういい意味ででの企業案件一切受けたことないです動画テーマに合ういいサービス商品があれば紹介して収益化できるのであればするこういう流れですねみんなにメリットのある形で売り上げを作ってそれをスタッフやフリーランサーに報酬として支払って情報発信を強化して活動の幅を広げていくこれが僕のやっていることです僕がもともとリベダイの活動の前から経営している会社はさておきリベダイ関係で発生している売り上げは全て関係者に還元しています 会社の PL 損益計算書で言うならば学長の役員報酬はゼロ会社の当期純利益はゼロこの状態を目指して経営しているってことです個人の収支の均衡点はこのぐらいでもういいやっていう感じで固めましたが会社活動の収支の均衡点つまり売上と費用が等しい状態は大きければ大きいほどいいんですね売上が大きいっていうのは多くの人に価値を提供できているってことだし費用が大きいっていうのはそれだけ仕事を作れているってことだからです 株式投資をしている人だったら利益率が高い会社に投資したいって思うのは当然のことですよね。でも利益率が高い会社っていうのは株主が大きく勝つ会社ってことです。オーナーが儲かるんですね。当期純利益がたくさん残るっていうことはその陰には少ない報酬で働く従業員安い価格で取引している取引先が存在するのかもしれません。とある有名な経営コンサルタントの方は強欲になりすぎるな。 利益率が高すぎるっていうことは従業員や取引先に無理を敷いているという見方もできる利益を分け合って共に成長しないと関係性が続かないぞっていうようなことを言ってました独り勝ちするなってことですね僕の会社は僕が100%の株主ですだから当期純利益がゼロでも起こる株主はいませんこうやって自由に立ち回れるのがオーナー企業の強みですねもし僕が経営している会社が上場企業だったらこうはいかないでしょうこれを聞くとでもさ法人の利益がゼロ役員報酬もゼロ 学長メリットないじゃないかって思う人もいるかもしれませんが何度も言うように僕にはこれで十分大きなメリットがあるんですねやりたいことをやりたいようにやれるし気の合う仲間たちとワイワイできるし応援してくれる皆さんとワイワイできるしファイヤー後のあり余る時間を楽しく有意義に使えるからです皆さんと会話したり切磋琢磨してる時間めちゃくちゃ楽しくて好きなんですよそして自分の発信でね皆さん人生変わったとか良くなったって言ってもらえたらこんな嬉しい人生の過ごし方ないですよね ひたすらにお金を追い求めて稼ぎ続けて増やし続けて死ぬ直前何十億何百億って使い切れないお金を抱きかかえて俺のスコアは100億円やったみたいなねそんなゲームではなくっていやー一生ワイワイやりきったな楽しかったなーって思える生き方がしたいからこれでいいんですねちなみに僕がワイワイしたいからといってお金を集めて身内にばらまくなんてことは絶対にやりません なぜなら、本人がその仕事で生み出した価値以上の報酬を払うと、人間関係が崩壊するからです。その辺の悲しい悲しい話は、ぜひ過去動画見てください。一番大切なものはどれお金、スキル、道徳、愛。何か一つ足りない社長の話。これですね。愛してるからこそそういったことはしない。ワイワイしたいのにワイワイできなくなる。僕にとってこれほど悲しい事件はないんで、どんなに仲のいい友達にも価値以上の報酬は支払わないと決めています。逆にその人が生み出している価値ならいくらでも支払うと。 結局、法人の PL、損益計算書は売上が1億円。散歩良しになるような仕組みで増やしていく。そして費用も1億円。利益を残さないように価値あることに使う。利益はゼロ。これが理想です。数字はかりの数字ですけどね。納税もゼロになっちゃうじゃないかっていう声もあるかもしれませんけど、今までこれでもかっていうほどたくさん収めてきたし、僕が費用を払った相手側では収入になっています。だからその人が税金を払うはずなんで、多めに見てください。一方で、法人の BS、貸借対象表は事業運営に必要なキャッシュのみを持つ。 事業に不要な資産は一切持たずに利益常用金も残さない要は蓄財せずにクリエイターやエンジニアたちにどんどんお金を支払っていいコンテンツを作っていって世の人たちに喜んでもらうそういうことですねいやーシンプルで美しいですねリベダイっていうのは会社というよりある種のプロジェクトだと思ってるんで会社のように永続させる必要がないんですねみんなに必要とされなくなったら潰せばいいだけだと思ってます将来に備えようとすると不安から無限にお金を貯め込まなきゃいけなくなりますそういうことはする必要がないですし支度もありません 以上を見てきたようにたくさんお金を集めてたくさんいい仕事をしてもらってそれに見合った報酬を支払って活動をどんどん広げて喜んでくれる人を増やすそんな風にみんなにとって価値のあるお金の使い方をしていきたいそんな風に思ってますまとめいきましょうファイ r ー後の世界をどうやっていきたいか考えよう以上学長の言うお金がいらないの意味について解説してみました個人レベルでは収入フローも資産ストックもこれ以上いりません自分の生活費や遊興費を賄うだけの資産収入があるからですね 蓄財に興味がないって言ってるのはこういう意味です。PL も BS ももう個人レベルでは完成形です。完全な自由を手に入れた後の世界。つまり、ァイヤー後の世界でやりたいことはみんなでワイワイすることなんですね。経済的自由になった友人たちと遊びたい。経済的自由を目指す人たちと盛り上がりたい。そのためにリベダイの活動をやってます。この活動を行うためにお金は必要です。どんどん売上を大きくして、どんどん費用を払って、 売上イコール費用のボリュームを膨らませていこうと思ってますこの金鉱点の大きさがリベのポテンシャルだと思ってますリベ大活動の PL はまだ完成形ではありませんどこまで膨らむか楽しみですねファイヤー経済的自由を達成した後のんびり個人で暮らしたいっていう人は別にこんなことをしなくていいと思いますが大勢で何かしたいっていう人はこういうやり方もあるんだよってことを知ってもらえたら嬉しいです以上参考になれば嬉しいです今日が人生で一番若い日です今日の動画を参考にしてぜひ皆さんも 個人の理想の PLBS はどういう形かもしファイヤーしたいならファイヤー後の世界をどうやっていきたいかこの2点についてぜひ考えてみてください他人と比べる必要はないですどう生きたいのかこれは自分次第ですから自分の生き方に応じた手段を取っていきましょうということでこれからもしっかり学んで行動して自の道を歩んでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました皆さんと話している時間大好きですこれからも楽しく会話していきましょういってらっしゃい <music>